続きまして安保関連法案に反対するママの会より池田理代子さんお願いいたします。皆さんこんばんは。安保関連法案に反対するママの会の池田理代子です。この前の日曜日、2000人のママたちが渋谷に集まり、 7.26 戦争立法反対ママの渋谷ジャックは大成功しました。今地域に持ち帰って行動を草の根に広げています。ママの会は誰の子供も殺させないをただ一つの一致点に、今月の初めに京都在住のママがフェイスブックで呼びかけて、賛同人は今日までに1万8000人になり、各地に急速に広がっています。ママたちの思いは、戦争法案を本当に止めたい、諦めたくない、今私には何ができるだろう、命がけで産んだ我が子を戦争に取られてたまるかい、殺し殺されるために生まれてきたのではない、戦争法案絶対に止めるです。勇気を振り絞って今まで乗ったことのない宣伝カーの上に立ち、震える手でマイクを握り、集まる人たちに訴え、渋谷デモを行いました。集まったママたちはほとんどが初対面でした。何かお手伝いをさせてほしい、役に立ちたいと、お水や飴、氷の差し入れ、即席の給水スポット、子どもたちをうちわで仰ぐなど、その場でみんなが協力し合いました。子育てに追われてなかなか家を出られないけれど、今日は駆けつけました。まずは私渋谷に行ったよ、こうだったよと近所の人に話すことから始めようと思う。子どもたちのために絶対諦めない、これが参加したママたちの共通した思いです。ママは戦争をしないと決めた。パパも戦争をしないと決めた。みんなで戦争をしないと決めた。70年間決めてきた。誰の子供も殺させない。共に頑張りましょう。ありがとうございました。